皆さんこんにちは、茨城ロボッツ背番号0楊天翼です。今回のインサイドロボッツは、僕を1日密着した動画になります。僕が練習に行くまで、練習から帰ってきた後の僕の家での過ごし方を、ぜひご覧ください。まず6時半に起きます。で、起きたら、僕はまず目薬をします。寝起き一発目がシュパシュパするんですよね。だから僕いつも目薬するんですよ。で、起きたら、妻に LINE します。おはようって。でもし妻が起きてたら多分すぐに娘を預かってほしいという連絡が来るんですよね。この時点でもう娘は起きてるんで、娘が喋ってたりするとまだ寝ている息子が起きたりしちゃうんで、まだ6時半なんで、この時点で息子が起きちゃうと妻も一緒に起きてこなきゃいけないので、僕が今この段階で娘を預かれば、息子は寝たままで妻もそこからまた寝ることができるので、返事が来たら僕はすぐ娘を預かりに行きます。で、この日も LINE したら、すぐ妻から LINE が来たので、早速起きてから、すぐ娘を預かりに行ってます。娘がやってきました。まだ息子寝てますね。これははい、ここから妻は、息子とまた多分7時半ぐらいまで寝ます。寝起きだから関節が固まって歩き方がのそのそで、ちょっと自分でも笑います。で、僕は娘を預かったらまずは、昨晩からのずっと使っていたおむつを変えます。パンパンなので。で、この状態で娘がまだ寝そうだったら、このまま寝かしつけに入るんですが、この日は、眠そうにしていたので寝かしつけに入ろうとしています。ただ、僕が、体温があったかいのでスリーパーを脱がせてから娘を、抱っこして寝かしつけに入ろうとしています。で、この体温調整もまたちょっとね難しいんですよね。特にこの夏になった時が。で、娘はおくるみがないと安心して寝れないので体中を巻いて寝るんですけど、この巻いたら巻いたら熱がこもるので僕のこの体温とまた反応して汗かいちゃったりするんで難しいです。このおくるみは結構薄くて大きい生地でコストコで買いました。6時25分に寝かしつけしてますね。多分確かこの日10分15分ぐらい寝てくれたと思います。で、朝起きてきたら、僕はオートミールを食べて、息子は、パンを食べます。どう？おいしい？よかった。これいつも息子は自分で食べれるんですが、自分で食べると今度パンくずがソファーに落ちちゃって僕すっごい嫌なので、いつも朝パンをあげるときは僕があげてます。で、息子がご飯を食べ終わると、今度は娘の離乳食の時間になります。はい、手を合わせてください。いただきます。で、最近娘も離乳食が好き、食べるのが好きになったようで、うんご飯をあげるってなった時におしゃべりをペッて口に出すところが僕は笑っちゃいます。いつも食べると上がった音もう欲しくて欲しくて、はいはい待って待って、声で訴えてる。で、息子は自分のご飯が終わったんで、この時間はスプラトゥーンをしてますね。おいしいね。で、まあ、ご飯食べ終わったら、空き時間ができるので、この間、洗濯が乾いているので朝に取り込みます。パパンパパン。で、この時娘も連れてきたんですけど、機嫌がなぜか悪くて、こういう機嫌が悪い時はだいたいいつも一緒に連れて何かしています。洗濯が終わって一段落して時間が空いたので、練習に行くまでに時間があったので、息子と公園に今から出かけるつもりです。ご飯前に帰ってくるけどね。この日息子にどこ行きたいって言ったら、パパがいつもトレーニングしてる公園と言ってたので、僕がいつもトレーニングしてる公園に、これから向かいます。やっほー。今一番ハマっているスプラシューターを持って行ってますね。この日はまあたこ揚げだったりシャボン玉とか、あと鬼ごっこしたりして遊びました。はい、帰宅しました。汗だくです。すごいじゃん。汗だく。だいたいいつも帰ってきたら、まあ、ご飯の時間に合わせて帰るのでご飯なんですけど、この日はもう息子もテンション上がっちゃって、めちゃくちゃ公園で走り回ったので汗だくになって帰ってきました。このパジャマがね、またちょっと大きくてね、上も下も曲げてあげないとかかとで踏んじゃって、部屋で走り回った時によくこけちゃうので巻いてあげてます。はい、ご飯の時間になりました。最近息子はね ASMR にハマってて、 YouTube のこの食べる時間になるといつもこの食材を噛む音をみんなに聞かせます。だからそれをいちいち僕らは反応しなきゃいけないので少し大変ですね。で、僕は、娘が隣にいるので、だいたいいつも離乳食は僕があげてるんですけど、自分のご飯を食べながら離乳食あげてます。はい、12時半になったので、練習にこれから向かいます。この日息子は全部お昼ご飯を食べなかったので、お菓子食べたいと言ってますが、 お菓子は食べさせられません。1個だけ。それがもうママと話して。1個だけ。はい、行ってくるね。愛してる、大好き。うん、でいつも、練習に行く前だったり試合に行く前は、息子とか娘にギュッとして、息子はグータッチとかしていきます。その時に息子は僕に怪我しないでねと、頑張ってねと言ってくれます。ママ1個だけチョコレート。でもこの日はそれを言った後すぐまたお菓子を要求したのが笑います。練習に行く前は、妻がカメラを回してくれていたので、息子も、妻と一緒についてきて、最後の最後までこの日は見送ってくれました。また後でね、帰ってくると。行きます。練習に行ってきます。子供の話とかってよくするの？あんませんね。でもあんません。するとしたら俺がするって感じ。篤とか大地になんかこういう時どうなんみたいな、どうしようとみたいな聞くけど、篤とか大地からはあんまりそういうのは。あ、そうなんだ。うん、だけど俺が大体いつも相談乗る感じ。新婚2人の話。朝日は遠征に行く時にそういう話はたまにする。例えば普段何しようとみたいな、奥さんと何するとみたいな、どこ遊びに行くみたいな。そう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 。で子供ができたらここが大変だよみたいな話をする。やっぱそこは同級生だから。うん。大学が一緒だった。大学一緒。とかなんか朝日が子供できたらどうなるんやろうねみたいな、怒るんやろうかみたいな話とかした。やっぱ全然。昔から朝日さんはもうあんな感じで穏やか。うん、穏やかね。怒るイメージがつかんちゃうね。やっぱ子供持つとさ、俺多分怒らん人おらんじゃないかっていうぐらいの感覚なんよね。やけん、いや絶対イライラするし、ってなった時の朝日がどうなるかがすごい楽しみ。いやもちろん2人だけの時はそれはそれで楽しいけど、子供できた以降のその幸せ感、いや大変やし、いやマジなんなんてなるけど、やっぱそのもうなんて笑ったとこ見るだけでとかもう全部ファって消えるし、全回復するよね。そう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 。これが練習です。はい、練習会場に着きました。じゃーん。そう。だいたいいつも練習前にみんなシューティングするんですけど、でその間にだいたいいつもリッチはその日の練習だったり、今週その週の試合を想定して、この選手にはこうしてほしい、この週の相手にはこういうふうにしていきたいっていうふうにおのおのを捕まえて話をしてくれます。対戦相手チームの確認だったり、僕らのオフェンスの確認だったりを終えて、練習を終えました。ただいま。はい、帰宅しました。ただいまって、で大体僕が帰宅すると娘がそれを見るともう抱っこしてほしい、抱っこしてほしいと、抱っこしてほしいね、もう泣いてアピールしてくるんですよ。俺がまたね、すごい可愛い。嬉しいと。で抱っこするとね、すごい嬉しそうにするんですよ。でここで一回またすぐ置くと泣いちゃうんですよ。ある程度だから抱っこしてしばらくこう一緒にお話ししてあげないと満足しないっていうか、娘は。なんでその手だけだし、寂しいよパパ。でしばらく娘と、お話ししたら、今度は息子。でもこの日はなぜか知らないけどすごい人見知りしてた。練習に行く前とすごいギャップですね。でまあ、ただいまの挨拶が終わったら、すぐ洗濯を僕は回します。っていうのも僕が練習に行ってる間、妻は子供たちをお風呂に入れて、でその服が全部もう洗濯に入ってるので、僕が帰ってきて洗濯を回せばこの日の洗濯はこれで終わりなので、すぐに回します。で大体まあ5時過ぎぐらいに帰るんで、ご飯はいつも5時半から食べ始めるので、すぐご飯の時間になります。でこの日は娘が多分離乳食を座って食べるのが嫌で機嫌悪かったので、僕の膝の上に乗せながら自分のご飯を食べつつ、娘のご飯をあげてましたね。休んどきな、うん、頭痛いのだって。大体いつもご飯を食べ終わった後は、まだじゃあ例えば息子が食べ終わってなかったら、片方が息子にご飯をあげて、片方が手が空いたからじゃあ娘を見ながら、皿洗いをしたりするんですが、この日は、妻が頭が痛いって言ってたので、僕が皿洗いをしています。とりあえず寝袋で大体まあ皿洗いが終わったら洗濯も終わっているので、このままどちらかが子供を見つつ、どちらかが洗濯を干していきます。でそれが全部終わると、寝る時間まで、自由時間なので、大体いつも家族4人で過ごします。歌を歌うとですね、娘もね、自分でなんか歌を歌うようになりましたね。で大体いつも息子がスプラトゥーンしたいっていうので、まあ、スイッチで家族4人で娘も入れながら、一緒にゲームしたりしてます。で大体7時半になると寝かしつけに入るので、それまでにいろいろ片付けだったり準備だったりをします。動画でも、見えてるとは思うんですけど、僕の布団がもう敷かれてて、おもちゃを片付け終わった後に、でその横に、明日僕が娘を預かる時におむつを替えるためのおむつがもう用意されてます。だいたいここまでが僕のルーティンになりますね。はい、7時半になったので子供たちが寝かしつけに入ります。この日も、息子は自分のお気に入りであるスプラシューターを、寝室に持ってきています。で妻が何か多分忘れたんで、その間僕は娘と息子で遊んでたんですが、おしゃぶりを落としてしまいました。可愛いですね。この息子たちの笑い声聞くと、その一日の疲れが吹っ飛びます。で、妻が来たら、妻が一人で息子と娘を、寝かしつけしてくれます。で、この間僕は帰ってきてからずっとお風呂に疲れていなかったので、この後ゆっくり自分で疲れを取るために、お風呂に入ります。はい、ということで、以上私のインサイドロボッツとなります。試合や練習だけじゃなくて、家事や育児をしながら一日を過ごす僕の密着映像はいかがだったでしょうか。こうして動画を見て思うのですが、もちろん楽しいことだけじゃない家事や育児なんですが、子どもたちの笑った顔や成長を目の当たりにすると、それだけで幸せになれるなぁと思うパパなのでした。今回の密着を通して、チームメイトだけじゃなく家族にも支えられて、私はこうしてバスケットができているんだなと実感することもできました。本当にありがとうございました。